はい、どうも、バチケ YouTuber パーカーです。今日もね、僕の一日動画をね、撮っていきたいなというふうに思います。よいしょ。それじゃあね、大学今から行ってきます。はい、それじゃあね、到着しました。ここがね、僕が高校時代に一生懸命勉強して入ったものの、まあ、その頑張りを全く活かしきれてない大学ですね。まあ、今日もね、昼までで終わるんで、ほんと頑張ってる学生とかね、社会人の方には申し訳ないんですけれども、僕も頑張りますのでよろしくお願いします。なんか席座ったら、消しカスが大量に置いてあったんですけど、まあね、あえてここに座って掃除をしてからね、授業を受けるっていう、まあ意外と公共の精神に溢れた人間ですから、僕は。要は V 一定ということだな、条件として。V が一定で、じゃあ熱の出入りは 13.12 式ですね。PDV の積分で V0 ですから。はい、それじゃあね、授業が終わって、まあ、あと帰るだけなんですけど、話変わるんですけど、僕ね、高校の同級生の人に YouTube やってるっていうことが、最近バレ始めて、いや、マジで地獄なんですよ。いや、だってさ、まあ、僕の動画見たらわかると思うんだけど、そんな YouTuber になるような、まあ、性格じゃないじゃないですか。だからね、それで急にね、なんやこいつ、急に YouTube 始めやがってみたいな、そういうことに絶対思われてるから、いや、ほんときついんですけど、まあ普段ならね、この時間に学校が終われば、まあ家に帰ってダラダラするっていうだけなんですけど、今日はね、ちょっとアクティブにね、都会の方へね、出かけます。まあ昼飯とかもね、そこで食おうと思ってます。ここね、こう大学のね、まあ最寄り駅の一つである扇駅ってとこなんですけど、まあここからね、こう神戸の中心部である、こう三宮とかね、元町方面の方へ向かいたいと思います。まあ何しに行くんだっていう話なんですけど、ちょっとね、運転免許の、更新ではないんですけど、ちょっと記載の、ね、内容を変更しなくちゃいけないから、一回ちょっと免許センターみたいなところに行かなきゃいけないんですよ。運転免許更新センター、まあ、多分ここだと思うんですけど、じゃあ僕のね、住所を書いていきたいと思います。あ、電話番号見るんやな、これ、0120019-8288。私はね、今日は免許証の写真を撮り直していただくかもしれないけど、よろしいですか。後ろの方、赤い車。でも無事にね、こう免許、うるさいな、こう、獲得できたよね、免許。これから暇なんで、ちょっとね、神戸の街でも散歩しようかなと思うんですけど、お昼ご飯あんま食べれてないから、なんかいい店があったら食べようかなとか思ってるんですけど、ラーメン食べたいな。あ、牛角びっくりドンキー、なんか肉も食べたいな。さっきラーメン食べたいって言ったばっかやけど、肉も食べたくなってきた。まあ大体大学生でこの辺歩くってなったら、まあ、みんなファッションとかそういうのに興味があるんだろうけど、あいにくね、僕パーカー以外も最近来てないから。でもこの辺のラッシュとかさ、男子大学生が一人で中入ったらなかなかな俺勇者やと思うけど、まあ、そんなことはできないですよね、やっぱり。あ、美味しそう。意外とタピオカ食べてもいいんやけど、カツ丼もいいな。カツ丼にしようと思ったけど、まさかの準備中やな、これ。すげえうまそうな鶏肉屋がね、横にあったから、親子丼とかでもいいな。ランチは何時くらいまでやってるんや。今ちょっと3時前やから、もしかしたらランチメニュー終わってるっていう可能性もあるんやけど、まあ、ね、ギリギリランチやってたってことで、このね、網の上に焼いてる肉が僕の鶏肉ですね。で、この横のね、壺みたいなタレにつけて焼いてくれるっていうことで、まあ、炭火焼き鳥丼みたいな、こういうのが頼んだんですけれども、まあね、この肉非常にうまかったですし、もうタレね、ご飯に絡んだタレが美味しかったですね。しかもね、味噌汁なんかもついて、これで至れり尽くせりで680円ってことで、まあ、非常にね、いい店見つけたなっていう感じなんですけれども、まあ、僕ね、結構やっぱり保守的な人間ですから、これ一軒店を見つけたら、他の店行けなくなっちゃうんですよね。まあでも、せっかくなんでね、こう、今後ともね、いろんな店を開拓していこうかなというふうにはね、誓いたいと思います。ちょっと思ったより食べ過ぎてお腹いっぱいになったんだけど、まあ、今からねゆっくり帰りたいと思います。まあね、せっかく都会に来たからもうちょい遊んで帰ってもいいんじゃないかって思われるかもしれないですけど、まあ、いかんせん僕はあんま遊び慣れてないですから、まあ、やることもなくて、ね、普通に帰ります。もうなんか最近毎日のように昼寝するようになってしまったんですけど、なんか昼夜逆転っていうんですか、それは起こってないんですけど、なんか昼寝する代わりになんかめっちゃすげえ朝早く目覚めるんですよね。本当6時半くらいに目覚めて、でも夜の睡眠時間が短くなって、その代わりこう昼寝を大量にするようになったっていう、効率がいいのか悪いのか分かんないんですけど、多分悪いですね。そうそう、晩ご飯をね作っていかなくちゃいけないんですけど、
今日も何食べるかって言ったら多分お好み焼きするかなと思ってて、なんかね、一人暮らしってやっぱりさ、一回材料買ったらさ、それ使い切るまで何回も同じような料理作っていかなきゃいけないんですよ。そんな感じですかね。とりあえず一回起きてはご飯作るわ。それじゃあね、しっかり焼けたと思うんで、これはね、お皿に盛り付けていきたいと思います。はい、多めにつけるのが僕の好みですから。よし、それじゃあね、いただきたいと思います。よいしょ、いただきます。うまっ。来年から大学生になるんですけど、何かアドバイスありますか？どういう大学生活を送りたいかっていうのもよるんだけど、例えばね、こう一般的にサークルとか入ってこう友達とのつながりを大事にしたいとかいうのも、まあ、もちろんいいですし、まあでも僕の個人的なおすすめとしては、結構一人の時間をたくさん作るっていうのもありなんじゃないかなと思って、まあそれは僕がね、ぼっち系 YouTuber っていうのがあるかもしれないんだけど、まあ一人が僕好きなんで、パーカー君の少しでも差しになるようにめっちゃ動画見ます。いや、それはありがたいですね。こう動画の途中に広告挟んだりとかも、まあやり方によってはできるんですけど、でもまだそういうことをするような規模でもないから、まあ今はね、こう広告とかあんまつけずに、こう多くの人に見てもらえるような動画を作っていくっていうのが、まあ今の僕の考えというか、そういう風にやりたいなって思ってますね。結構コメントとかでも、こう1回だけじゃなくて、なんか何回も僕の動画見てくれるっていう人が結構たくさんいて、そんな嬉しいことはないですよね。だってこう動画作ってる身としてはね。女子どんくらいいますか？僕の学部ね、だいたい1学年200人くらいいるんだけど、まあ、多分女子は15% ぐらいだから、もう30人くらいしかいないんじゃないかなと思いますね。でも女子は女子でやっぱりこう固まってきらびやかな感じのね、こう雰囲気を出してらっしゃいますよ。2つ3つ動画見始めてハマりました。ペルーからチャンネル登録です。ありがとうございます。ペルーってもう日本の裏側じゃないですか。やっぱり海外の方ってさ、こう友達付き合いがもっと日本よりやっぱりフランクじゃないですか。だから今日僕のね、ぼっち具合を本気で心配してくれてる人とかもいるんですけど、まあそれなりに楽しんでますから大丈夫ですよ。結構声に関するコメントもたくさんいただくんですけど、なんかね、昔と最近の喋り方やっぱりちょっと変わってきて、昔はほんとこう緊張してましたから、その人前で動画出すとかそんなにやったことなかったから、ほんとなんかめちゃくちゃな喋り方とかしてたんですけど、まあようやくちょっと最近の割と素な感じのこう表現がし始めれたのかなとか思いますけどね。なんかこう喋り方が好きって言ってくださる方もいれば、気持ち悪いって言ってくださる方も、言ってくださる方もいて、まあちょっと変な喋り方なのかもしれないですけども、まあご了承ください。まあもう夜もだんだん深くなってきたし、明日もね、また2限、3限、4限、5限とずっと大学ある、違うわ、1限、2限、3限とね、大学あるから、まあそんな夜更かしばっかしてられないんで、まあそろそろね、終わりにしたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。